けえんだ。山の中ですね、ケーリンっていうのは、いわゆるあの水墨画の世界というやつですね。水墨画、まあ、これ地元のですね、まあオプショナル現実ツアーに参加してるんですけど、まあ1日150元、まあ、たった2000円っていう感じです。参加者のほとんどが中国人、現地人ですね。外人はこのドイツ人と私ぐらいです。他全員中国人という感じですね。だから金持ちの欧米人はまあまた別なツアーに参加してるんでしょうね。ツアーガイドの説明は全部中国語です。はい、でバスもまあちょっとボロいですかね。ここだ。だからこれはもう現地人向けのツアーっていうんですね。まあ、そこにこのドイツ人と、まあ、私がなんか紛れ込んだみたいな感じですかね。うちの結果として良かったですよ。常に私は正しいですね。いろんなトラブルがあっても結局はいい感じですね。ケーリン、これが中国のお札の20元の裏にですね、この景色がちょうど載ってるんですね。はい、というわけで中国の競輪です。ありがとうございます。福岡から往復、まあ、大体7万8万9万円ぐらいです。なかなか来れませんよ、いろんな意味で。本当にありがとうございます。皆様のおかげです。両親、先祖、友人、知人、お客様、この地球、宇宙のおかげですね。本当にありがたい。琉球の大地、流れる、流れる。はい、失礼いたします。2011年3月の8日、九州ベンチャー大学インターグループの深井野でした。ありがとうございます。